イオンスーパーセンター五条目店は、秋田県南秋田郡五条目町大川西野にある、イオンスーパーセンター株式会社が運営する、ショッピングセンター。2001年6月16日に、ジャスコ五条目店として開店、その後、ジャスコスーパーセンター五条目店を経て、現在の名称に変更された。ワンフロアの売り場で点4メートルの幅の中央市通路を設置して、 売り場内も大型カートで通ることが可能なようにすると、共に全商品の生産が1回で行えるようにするなど、ジャスコとしての開業を当初から平屋建てでスーパーセンター業態を意識しており、初期のイオンのスーパーセンターとしての実験店的な役割を果たした。当初は9時から23時までの営業であったが2003年に24時間。 営業に延長するも営業時間の見直しにより22時までの営業に短縮された。2005年11月21日にはイオンスーパーセンター株式会社がイオン株式会社から分社設立されたのに伴い当店舗を含むスーパーセンター旧店舗がイオン株式会社から移管された。5条目店はイオンスーパーセンターの運営する最古の店舗である。なお、 ホームセンター部門はサンデーが運営する。ありがとうございます。